さん声は可愛いからな。え、でもカナタソはもう最初はクールキャラで行く気だったんですけどね。例えばカナタソがシシロボタンに顔を整形したとして、そしたらカナタソはもう完全にもうクール系よ。それぐらいの気持ちで言ってましたね。今では大阪のおばちゃんにクールの配信見たことない。シシロボタンです。みんな、よろしく。こんな感じを思い描いてたんだよ、デビュー前は。おかゆは？おかゆ先輩も、カナタソの中では目標だったんですけども、今メス化してますからね。今おかゆじゃない。おかゆ先輩もバージョンがあるからさ、バージョンが。おかゆ先輩の配信もさ、全然見るんですけど、そのメスって言われてるのが、なんかいまいちそこまでピンときてなかったんだけど、この間ね、おかゆ先輩のなんかのスパチャ読みの後みたいな瞬間の配信見てたら、おかゆ先輩が伸びをして、あくびなのかな？したんだけど、って言って伸びをしたの聞いて、完全にメス越してるじゃないですか。さっきも言ったように26日は、収録が入ってるので一旦じゃあお休みの感じでお願いします。はい、岡谷先輩、面言のノリなんじゃないですかそれって。あれ、カナタさんちどこ？